そんな伝説まだあるんだよ。不動産マニアの哲也、はい、今来てる物件はホテル。いやちょっともうすごいっすね。不動産がお好き。不動産が 大好きなんですね。へえ。ビルフェチで、ビルフェチ、ビルフェチで物件マニアで、間取りの図面見るだけでちょっとドキドキしますね。一個一個違うじゃないですか物件って、まあ確かにそうね、同じものってないじゃないですか。一個もないですよ。立地とかね、うん、建物のデザインとか、うん、毎日日課です。あの物件探すのはアーティストさんですよね。もうゆくゆくどうする、そんないろいろ見てって。あ、僕ねコレクターなんですよ。何でも集めたくなるんですよね。でも物件だったらそれ物件もいっぱい持ちたいんですよね。だからモノポリーじゃないんですか。そんな、え、持ちたいって、え、いっぱいいっぱいこうビルとかマンションとか。ちょっとください、持ってるんですか。多少は多少はっていうか趣味なんで。趣味で持つもんじゃございません。どうするんですか、その住むわけでもないものを集めて。僕空間をプロデュースするのが好きで、リフォームしたりリノベーションしたりしていい空間に生まれ変わらせたいっていうか。貸してるんですか。もう貸してます、貸してます。オーナーじゃないですか。貸さないと。だってそんな空き部屋いっぱい持ってても住みたいよね。ずっとそのプロデュースした壁にさ、ほっぺたつけてあげてよ。哲也さんがこの壁を選んでくれたんだ。で、それすごいな、今来てる物件はホテル。昔から言ってたんですけど、うん、将来の夢はホテル王なんですね。テンションルフィだからね、今ね。一棟丸々ってことですね。一棟ですね、はい。自分の構想あるわけですか、このホテルはどういう風なホテルにしていこうみたいな。ファン限定とかでもう。ファンクラブ限定ホテル。ホテル、ぜひちょっと、はい、ホテル王だった暁には、はい、ぜひちょっとファンクラブ限定ホテルも一棟ドンと。いや最初はなんか土地だけ買って、うん、なんかキャンプでグランピングみたいなところからなら始めやすいかなって。徐々に徐々に。だベテランのファンだと言えるよ、後でまだ私の頃はキャンプだったけどね。徹夜もホテルも大きくなったわみたいな言えるから楽しみだね。